technically you. 続きやっていきましょうか。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してから動画ゆっくりとご覧ください。まあ暑い日々が続いてるんでね、冷たい飲み物を片手にね、ゆっくりとご覧いただけたらそれでいいんじゃないかなと思って、ちょっと待って、おいこれ。おいこれ。ジェイク、人の獲物をパクるんじゃないよということで、早速登っていきましょう。まあエンブレムをね、ぶち壊してね、みんなでアーカイブをシコシコと楽しみましょうという、そんな旅でございます。ということで、チェンジして、ほい、あ、ちょちょ、下手くそ、キック、うん、ヘイで、こいつ、これはね、シリキンじゃなくて壊せないからね。そうそう、もう一個一個ね、やっぱりこう、よし、そう、一個一個やっぱり、どこにエンブレムがあるかってね、結構やらしいところとかにあったりするからね、そんなとこ普通見ないよっていうね。さて、今日どこまで行こっかな。そっか、あいつ倒さなきゃいけないだったんだな。あいつと第一戦交えるところが近づいているので、そこ終わるとこまで行こうか。その後、オグロまでちょっと長くなったりする。オープン。誰かいないかな。こういうね、アイテムにまっしぐら行って、こう、やったーって、ヒャッフーって言ったら、ほわーな、痛い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 って、そういえば痛いよね。ね、甘いわ。やばいやばい。有頂天になって、美女に踏まれて、喜びの舞いっつって、登っていきます。だから、おとといくらいにさ、クリスのさ、アーカイブ全部読んだ時に、ジュアボはめちゃくちゃ体温が高くて、こう、あまりにも高くなりすぎると、焼け死んでしまうみたいなね。まあ、多分、ジュアボの特性というよりも、なんだろうな、シンプルに、美女に踏まれたことによる興奮作用で、焼け死んでるんだよ。さあ、よし。ここで戦う。さあ、ここでどんな戦いが繰り広げられるかとかね。ちなみにね、とある仕込み屋もって、おめえゆっくり歩いてんな。とある仕込み屋もね、終わらしておりますんでね。そんなに長い戦いにはならないんじゃないかなと勝手に期待してるけど。まあ、収録時間によって、ああ、苦戦したんだなーとか、あ、意外とあっさり終わったんだなーって察していたら、あれ、もう出てきたっけ。うい。待て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 。ぴょん。すごいよね、これ。あれだよね、多分 おっぱいを崩すんだろうな、相手のね。今もう、触りたいおっぱいは今操作してるから、もうね、よいしょ。なんだっけさ、ないや。で、他に敵はまだどっかいるのかな。あ、ちょっと待って、上に武器のマークがある。ぴょん。そうそうそう。ぴょん。で、あれ、一応、おろし。足癖悪い女だぜ。それで何人の男を踏んできたんだい？キック！やばいやばいやばい。踏み踏み。よいしょ。接近戦では蹴りの方が早い。覚えておくんだ。オッケー。さて、アイテム拾って、まあ、ハンドガンはね、もうぶっちゃけね、いらなくなってくるんだけど、っていうのも、こいつゲット！アルファンキラーバリーの44マグナム。そう、皆さんお気づきの通りですよ。今回の仕組みはこいつでございます。もうこれでクリアする。ね、もう遠慮しないですよ。できる限りのありとあらゆる敵をボッコボコに縛り上げていこうというのがね、もう三段でございますからね。はいはい。さてさて。で、デイン、いや、ティモティー。ただやっぱ5発しか入らないっていうところと、想定にそこそこ時間がかかるっていうところがあるから、混戦になった時にね、うまくできるかってとこだよね。ホワイト、あった、そんなもんだったっけ。まあ、トイレにね、アイテムいろいろ置いとくってね。しかもここ男性便所しかなくなかった。星ちゃっ、個室潰れてたよね。やだ、チェリーちゃん、あ、チェリーちゃんね、用を足すことできない。逃げる。絶対逃がしてくれないやつ。ほらほら、こういう、なんだろう、今回の敵ってこういうさ、こういう爆発を受けても全くもってこう、いいに返していないというかさ、
そこがもうなんかもはやえぐいよね。あ、テク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 。うい、あ、でも、あ、これはちょっと止まるんだ。チー、グッド、オッケー。装填してる間に、こっちに逃げる。さあ、おいでおいで。お姉ちゃんが相手してあげる。うい、うい。ジェイクは渡さない。私のものだから。私のが先なのよ。ジェイクのジェイク、私がもらうわ。そんなのはどうでもいい。そう。なんか、こないだ。なんかそのジェイクのジェイクが飛んできたもん。めっちゃピョンって、うん、忘れてない。あのなんかフェイスブックで1日朝1にさ、なんかスクラッとする話じゃないけど、なんかそういうなんか投稿しているちゃん、痛い、なに、おめえらやべえって、おらかー、やばい、雑談をする暇がない、やばい、よいしょ、よいしょ、やばい、弾切れた。ジェイク、ああ、黙れ、見せらせよ、俺。あ、やべ、今のでよくジェイク当たらなかったね。破片で多分だいぶダメージ受けてたかもしれないけど。ああ、よかったー。一応とするとこだったわ。こんな高いところから落ちたのね、私。I swear this mission gets harder than a minute. But at least you're still safe. We've got a lot riding on us. やべ、死にかけてる。そう、なんか Facebook のやつでさ、小4の弟がいじめにあっていて、それを知った小6のお姉ちゃんが、そのいじめているリーダー格の男の子に向かって走っていって、先生が止めるまでひたすら頭突きと殴るオーダーを繰り返しまくるっていうのを見て、やっぱこういざとなったらそのくらいやらなきゃいけないのかなっていうね。僕はもう大人だからそんなこと言ってないけど、子供同士ですね。うん、なんか、これ軽くあれWhy are you telling me this? サイコブレイクをこう。わあ、昔はよく喧嘩しましたけどね。特に小学校低学年の頃とかね、負けて泣きまくったこともあれば、負かして泣かしまくったこともあるし、まだ僕小学校低学年の頃はね、いじめられっ子だったから。で、Big friggin' behemoth was, and why he's trying to kill me? That thing is just like the Juavo.A bioorganic weapon created with the C virus. He's being used by a terrorist organization called Neo Umbrella. They want to study the antibodies in your blood. And they don't care if you're dead or alive. I'm not gonna let anything happen to you. Okay, hi.じゃあ区切りのいいところまでやってきましたんで、次回ちょっと白熱した戦いをお見せすることができると思いますんで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してお待ちいただけたらなというふうに思います。いやー、たまらない。こっち向いて、こっち向いて、シェリー。あ、やったやったやった。そんな構えないで、構えないで。はい、もう今一段落したところだからさ、お兄さんにその美しい体を見せてごらん。はい、ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。美しい。